皆さんこんにちは。今回は冷凍庫 PC パート22からパート37までの振り返りと今後の制作予定について紹介します。前回の総集編パート21ではパート0からパート20までほぼ冷凍庫 PC の動画について振り返ってきましたが、今回でパート38まで来てしまったこの動画シリーズを最初から見直すのは大変なので、今回から前回の総集編以降の動画を振り返ります。パート22からパート37まで動画数にして16本になりますが、パート22からパート24で輸直 CPU クーラー、パート25からパート37までで自作 CPU クーラーを取り扱いました。これまでの制作予定で示していたところのパターン2が輸直で、パターン3が自作 CPU クーラーです。ちなみに表記上は説明の都合で沸騰 CPU クーラーとしています。輸直 CPU クーラーを制作する前には確認、というか検証したかったこととして、パート22で CPU グリスの厚みを計測しました。この検証は輸直に関わっていました。制作した輸直 CPU クーラーとは通常 CPU についているヒートスプレッダーを取り外した、いわゆる台直の状態で、その CPU 台に直接油をかけ流すことで冷却させるという制作でした。通常の CPU 冷却だと CPU 台の熱は熱媒体、ヒートスプレッダー、CPU グリス、CPU クーラーの金属ブロック、冷媒。そんな順番で熱をリレーしていき、最終的に外気に放熱するヒートシンクやラジエーターまで熱を移動させます。輸直ではその熱媒体、ヒートスプレッダー、CPU グリス、金属ブロックをなくして冷媒である油に直接熱を伝えたら、熱伝導に関わる要素が減って冷却が良くならないかなぁと考え制作しました。パート22で CPU グリスの厚みを計測したのは、輸直でなくす予定だった CPU グリスの影響度を把握しようとした感じです。結果的には厚みは計測できたんですが、影響度というかそれっぽい熱抵抗は概算できませんでした。パート17で分かった CPU グリスにおける熱抵抗の変化と、実測の厚みから計算した熱抵抗の値が全く合わなかったんです。今思い返すと厚みを計測した状況と実際の CPU グリスをヒートスプレッダに塗った状況が違うのかもと思いますが、結局その時にはあんまり意味をなさなかった検証の後、本番の輸直 CPU クーラー製作を始めました。先に結果から話しちゃうとこちらもうまくいきませんでした。当初の狙いとしてはパート7から製作を始めた不凍液水冷の別案で、冷凍庫でも凍結しない油に着目し、どうせ油を使うなら油没だと故障リスクがあるから、CPU だけを油没させる、輸直を考案しました。冷却的な狙いは先ほど話した通りです。考案した、ということで一から自作することにしたため、私としては加工しやすかった透明樹脂材を多用しました。この制作方法は後の自作 CPU クーラーの練習でもありました。で、構造的には出来上がった後実際に油を入れて、ポンプを動かしても自作した水枕からは油漏れせず、制作的にはここまで順調でした。でしたが PC を起動させると UEFI 時点で 100°C。この時点で高温でした。ベンチマークどころじゃなくて OS 起動もままならない冷却だったんです。原因として考えられたのが、油を循環、冷やすポンプやラジエーターに水冷用のものを使用していた点です。油は水よりもねっとりとしていて、つまり粘度が高いので、油を循環させるのに適したオイルポンプやオイル用のラジエーターを使用するべきでした。でしたが私は水冷用のパーツを流用しちゃったので、油が循環できているのかもわからないという状態でした。まあ油を循環できたとしても冷媒としては水より劣る油で、水冷樹よりも小さい放熱表面積の CPU 台のみを油で冷やすという、そんな輸直で冷却できるかは微妙でした。はじめから冷却的には難しそうで、案の定厳しかったんですが考えたり作るのは楽しかった。そんな制作でした。次に制作したのは自作 CPU クーラーの前哨戦、自作ヒートパイプです。ヒートパイプについてはなんとなく動作原理や構造、製造方法を知っていました。ですが実際に私が作れるのか、ヒートパイプに必要な構造、状況を構築できるのかはわからなかったので、ひとまず一般的なヒートパイプのように、金属管を使ってヒートパイプっぽいものを作ってみました。一般的なものだと内部は毛細管現象が起こせるような細かな表面形状になっていて、冷媒の水を沸かしながら脱気しつつ、同時に溶接か何かで密閉処理をしています。ですがここで作った自作のヒートパイプは毛細管現象を一旦無視して単なる導管のままにしました。
さらに水をただ沸かすだけだと脱気が不十分だったのか、真空ポンプとの合わせ技を使い、密閉方法として素人でも簡単に、加えて何度もやり直しできる配管部品を使いました。そんなこんなでできた自作品は市販品よりも所要スピードは遅かったですが、最高温度は高かったので最大輸送熱量は良さそう、というものでした。この辺の違いは毛細管現象の有無が影響していそうだと考えています。今思うと市販品を一度開封しちゃって、改めて自作品と同じ方法で再密閉したらどうなるか気になります。その動作によって毛細管現象の影響が確認、判断できるんじゃないかなと思いました。まあひとまずヒートパイプが作れただろうからよしという感じで、次に自作の CPU クーラー製作に移りました。先日まで改良などやっていたものですね。なお製作の予定表、工程表、では自作沸騰 CPU クーラーと記載しています。結果的にですが今現在この自作 CPU クーラーは沸騰がメインの熱移動方法であり特徴なので、今後の改良品と区別しやすくするために名前に沸騰を追加しました。まあ紹介の中ではこれまで通り自作 CPU クーラーと呼んじゃいますけどね。製作経緯としては今後の予定的にヒートタイプについて知っておきたいな。自分でも扱えるようにしたいな。じゃあ作ってみよう。作っていろいろ試してみよう。試した変化が確認できるように内部を見えるようにしよう。ということで透明樹脂で低圧沸騰が見れる自作 CPU クーラーを製作しました。この CPU クーラーの根幹であるヒートパイプ部分はひとまず構築でき、ベンチマークを一応問題なく完走できたんですが、冷却的には様々なネックが見られたので、次にヒートパイプの放熱部分の改良を始めました。当初放熱部分には空冷を採用していたのですが、その空冷ヒートシンクの放熱表面積が小さかったからか、容器内に熱がこもっているような状況が確認できました。まあ初期型は作りやすさや観察性を重視したので、設計時から放熱面に不安がありましたが案の定でした。それで放熱の改良として、ヒートパイプの放熱部分を担うパーツを大きいものに入れ替えました。ただそれでも放熱がネックだったため、最終的にはヒートパイプから直接外気に放熱するのではなく、二次冷却として一旦水冷を挟んで、最終的な放熱は水冷用ラジエーター240mm2個に任せるというシステムにしました。ややこしいシステムですが性能はだいぶ良くなりました。今はこれに落ち着いています。自作でも空冷でこと足りると思っていたんですけどね。思っていた以上に外気への放熱が難しかったです。予定外に放熱のシステムを考えて作ることになったので、その時間稼ぎみたいな感じで番外編もやりました。改良品として作った2モード CPU クーラーは、個人的には好きな製作でした。空冷っぽくも水冷っぽくもなる CPU クーラーって結構ワクワクしました。その代わりに空冷としては放熱表面積が改良前よりも小さいので著しい放熱不足があり、水冷というには二次冷却で水冷なので普通の水冷にはないヒートパイプがあって複雑という、言ってしまえばどっちつかずなものです。まあ改良自体は成功したので良かったんですけど、その後水漏れのリスクなどを減らすために、現在は疑似水冷と称した放熱パーツを使っています。放熱の改良も一段落したので、その次にヒートパイプの沸騰に関する改良に取り掛かりました。最初の動作確認の際に、沸騰がネックと思われる温度を計測できたので改良対象としました。最初に作った金属ブロック、この表面で水を沸騰させるんですがそこが真っ平らのままだったので、沸騰のきっかけになる気泡を作るなら傷や凹凸など、変化があった方がいいだろうということで様々試しました。見返してみると本当に様々試していました。一つずつ紹介し始めると長いのでここでは割愛しますが、数えてみたら寸法違いなども踏まえて11パターンやっていました。試した案の数は多いものの当たりはわずかで、まあ当たりを見つけられただけ良かったんですけど、現在一番いいセッティングとしては、水冷用の水枕に使われている金属ブロックを流用して、ヒートパイプ内に入れる水に食器用洗剤を混ぜるというものです。動作が大きく変わりましたが温度的には数度 C ほど低下させることができました。その後の最終的な調整を行いまして、現在では市販の空冷 CPU クーラー無限5と、低角、オーバークロック動作ともに CPU 温度の違いが3度 C 以内になるほどの、市販品に近い冷却性能を実現できています。これが前回パート37の内容ですね。比較的低負荷の低角動作で温度差が小さくてもいいんですが、冷却性能の差が出やすい高負荷のオーバークロック動作でも温度差が広がらず3度 C 以内に収まっているのは、
この自作 CPU クーラーも結構頑張っているというか、いい線いってるんだろうなぁと思いました。市販品に勝る自作品を作るには相当な知識や技術、設備、はたまた資金など多くの準備が必要でしょう。この自作品も結局のところ市販品を超える冷却性能を確認できていないので、その印象は変わらないんですが、案外寄せ集めの技術でも近いところまで来れるのはとても意外でした。まあ実のところ制作予定的には自作品でも市販品に勝ちたい、なんなら有名メーカーの本格水冷に並ぶくらいまで行ってほしいと願っているので、まだまだ道半ばです。なので自作 CPU クーラーはまだ途中で、改良案もまだ残っています。ですがここからの改良は特殊な気がしたので、ここで一旦の区切りにしました。そんなこんなで今回振り返りとして総集編にしました。パート22からパート37までの制作は自作するものが多く、考えるのも作るのもその動作や結果を見るのも面白かったです。パート21以前は一時期は制作というか冷凍庫 PC の構築をメインでやっていたので楽しかったんですが、検証をメインにした時期もあったので比べちゃうと物足りなさを感じることもありました。やっぱり自作は楽しいなぁと感じます。この冷凍庫 PC というシリーズの目標として、よく冷えて常用できる冷却システムの構築を掲げているので、自作を楽しんでばかりもいられませんが、まあ結果も良かったし楽しかったしで良い制作でした。振り返りはここまでで、ここからは今後の話です。前回の総集編で話した予定から少し変更しました。まず次回以降は PC フル冷却としていましたが、自作 CPU クーラーを使って外直などの検証を行います。自作 CPU クーラーの製作や改良ではなくて、自作 CPU クーラーを使って以前から試したかったことを検証するみたいな。自作 CPU クーラー的には延長線、本質は検証カートです。検証内容は様々なのでその際に適宜紹介するとして今回は話しませんが、5つ検証する予定です。で、その後に予定している PC フル冷却ですが、延期します。前回の総集編では PC フル冷却としてマザーボードやメモリを対象にした冷却を考えると話しました。あの時は詳細を話しませんでしたが、狙いとしてはマザーボードやメモリなど CPU 動作に関係する PC パーツの冷却を強化して、CPU のオーバークロック耐性に影響が出るかどうか確認しようとしていました。将来的に制作する冷却システムでどの PC パーツにどんな冷却をする必要があるのか見極めたかったんです。適当な例え話をしますが、マザーボードの VRM は熱くなるけど冷却は現状のままで十分とか、メモリはオーバークロックもするから冷却強化が必要で、低温耐性があるから冷凍庫などを使った低温冷却が可能みたいなことが分かればいいなぁと思い計画していました。いずれ PC 全体の動作を良くしようと考えると、マザーボードやメモリの動作を安定化もしくは向上させたい。それならマザーボードやメモリの冷却についても考えるべきでしょう。ですが PC 全体を考える前に、まだ CPU 単体でも動作を向上できそうというか、そっちの方が効果が大きそうなので、マザーボードやメモリの前に CPU の冷却を強化していく方が先決化となりました。そんなわけで PC フル冷却は延期、まあ一部を次回以降の検証としてやりますが、予定からは外しました。いずれやる必要が出てくると思いますので、機を見て PC フル冷却はまた計画します。代わりにパターン4の着手を早めます。パターン4は自作 CPU クーラー製作の続きです。今のところ計画している直近の製作予定は CPU 冷却がメインなので、この製作を頑張っていこうと思います。製作予定については以上です。やりたいことややった方が良さそうなこと、それらの優先順位がなんかその時の気分に左右されている気もしますが、まあ趣味でやっている制作なんで、私が思う良さそうな方向に進むようこれからもいろいろやっていこうと思います。そんなスタンスで進めていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。では今回はここまでです。ここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。